ジャズモーメンタム2023、ようこそお越しくださいました。今年はですね、伝統、創造、そして即興という3つのキーワードをテーマに掲げておりまして、スタンダードナンバーを中心にお届けします。ジャズスタンダードをなぜ中心にセットリストを組んだのか、普段あまりジャズに馴染みのない方にも楽しんでいただけるライブにしたいと。この曲、非常に50、60年代のこのモダンジャズ黄金期のこのフィールというかマナーを色濃く感じさせるような曲ですけど、実は曲が書かれたの1970年代の後半でございまして、というのもジャズメッセンジャーズ非常に長い活動期間、かなり長期間にわたって大活躍したグループですね。1950年代から活動を続けた名門でございます。次にお送りする曲もやはりジャズメッセンジャーズ界隈のミュージシャンと言ってもいいと思います。アートブレイキ、あるいはホレス・シルバーなんかとブルーノートの黄金期を支えたテナー奏者ハンク・モブレーの Take Your Pick、 お聴きください。次にお送りするのはアダレート・コルトレーンの名演で、おなじみのこちらの曲なんですが、今日はテナーサックス曽我部康樹、そしてアルトサックス佐々木理子のお二人をフロントで、お届けしたいと思います。ちなみに佐々木さんまだ18歳です。お聴きください。グランドセントラル。曲は本日のスペシャルゲストをお招きしてお送りしたいと思います。ご紹介しましょう。オンドラムス森山武夫。
お送りするのはコルトレーンのこの大名曲です。基本的なルールさえも全部無視してやってしまえというような、そんなムーブメントで生まれたフリージャズというスタイルがあります。なかなかね、結構前衛的でワイルドなこの聞き心地なもので、ちょっととっつきにくいイメージというのがあると思うんですけれども、今日はそんなフリージャズのスタイルを一曲味わっていただくコーナーというのを作りました。森山武雄作曲8We'll be right back.
本日出演のミュージシャン、普段日々それぞれに素晴らしい活動をされてますので、ぜひ皆さんもジャズクラブに足を運んでいただいて、生のジャズをまた味わいに来てくださったら、とても嬉しいです。今日はありがとうございました。もう一度ミュージシャンに盛大な拍手を。